アコン消すっす。いるっす。悪夢を見たかったっす。悪夢を見るには過酷な環境で寝るといいって聞いたっす。おお、そっすそっす。やっとうとうとしてきて、これから悪夢見れそうだったのに。もう疲れてないっすよ。悪夢の方が何が出てくるか何が起こるかわからなくってワクワクするっす。安全、例えば何があるっすか。ホラー映画っすか。わかったっす。ちょっと何か見てみるっす。そうっすよ。すごいっすね、これ。これとか怖そうっす。音量も上げるっす。ね、私やり方間違ってたっすか。じゃあどうしたらいいっすかね。出られないっすよ。なるほど。あ、でもそれじゃダメっす。何を見るか分かっちゃうっす。うん、面白い夢見たいっすよ。これっす。なんか大きな動物みたいに見えるっす。それは尻尾っす。
化け物かわからないんすけど、食べはしないっすよ。見たことあるっす。前にも同じような影見たことあるっす。こんな風に葉っぱの影が動いてたから見張ってたっす。生きてるのかただの影なのかわからなかったからっす。風が動かしてるのか自分で動いてるのかどっちだろうって思って、でも見てたら動かなくなって窓の裏に回ってみたっす。そしたら葉っぱは全然動かないままで、結局わからなくって、次の日も同じところに行ってみたっす。そしたらはっきりと影の形が変わってたっす。じゃなくって気づかれたかったんだと思うっす。私が見てるのが分かってたっすよ。分かってて次の日には姿を変えたっす。そうっすね。そうかもしれないっす。化け物に食べられるってやつっすか？まだわからないっす。そういうのもいるかもしれないっす。そうっすかね。そうっすね。ちょっと時間がかかりそうっす。もっとスピード出ないっすか？わかってるっすけど。あ、大丈夫っすよ。その日レッスン入れていいっす。休みっすよ。でもその日は休みになったっす。そうっす、そうっす。いっぱい飛ぶらしいっすよ。楽しみっす。え、そうなんすか？え、じゃあ、見に行けないっすか？気球。
排数。何にも。本当にここっすか？あ、プロデューサーさん！あれ！ほんとっす。行くっすよ、プロデューサーさん。ここ、学校じゃないっすよ。じゃあ、ここでいいっす。気球すごいっすね。こういうのどうすかね。こんにちはっす。あ、アロハのおじさん。今日はたこ焼きガラス。すっごくワクワクして、うわーってなったっす。それもあるし、ずっと見ていたかったっす。でも、じっとしてられなかったっす。そうっすね、そうかもしれないっす。そうなんすか？まだ帰れないすか？もう。いいっすけど、あれ？プロデューサーさん、私こんなこと言ってないっすよ。そうっすか？似てるかもしれないっすけど、一緒じゃないと思うっす。
どんなだったか。こんな感じっすね。なんで笑うっすか？ん？いいっすけど、なんか大変っすか？はいっす。今度は気球に乗ってみたいっす。どこまで上がってどこまで行けるっすかね。面白い場所も見つけたいっす。はいっす。そうっすか？プロデューサーさん、あの後怒ってたっす。別に引っ張ってないっすよ。ほう。わかったっす。なんすか、この箱。これ、気球のポストカードっす。こっちはオルゴールすかね。これなんすか？なんでこんなに気球のばっかり来るすか？そうっすね。あ、こっちもできたんでお願いっす。カーテン開けるっす。本当に気球みたいっす。プロデューサーさん、こっちのぬいぐるみも吊るすっす。まだまだいっぱいあるっすよ。おお。プロデューサーさん、見るっす。ここにも気球の影できてるっすよ。あ、見たっすか今。あわかってるっすね、私が見てるって。だから今くるーって回ったっす。
もっともっと見たいっす。面白いもの。